1週間、1週間かな、1週間あたりにちょっとなんか、ばーっと解説をしていて、なんか毎授業毎授業でこう両性金属の話をするんした、した、うん、したんで、ちょっとあんまり分かってないのかもしれんということで、ちょっともう動画にしてしまおうというコーナーです。コーナーじゃねえか。で、両性金属ですね。大体ですね、聞くと、まあみんな同じことは返してくれるんですね。両性金属って何、酸と塩基とも反応できる物質。で、間違ってるかというと、まあ正しいんで、別にそれはそれでいいです。で、じゃあもうちょっと説明してよっていうふうに、なるんですよね。で、まあやっぱりそこでそれを言われると何を説明していいんだろうっていうふうになるんで、詰まるんですけど、まあ例えば、錯体を組むですよね。何と錯体を組むかっていうところですけど、OH- と錯体を組みますよねっていうのもそうですよね。で、そういうと、ああ、はいはいってなるんですね。で、大体そういう把握をしてないなっていうのが、なんだろうか、酸と塩基と反応するっていう言い方をすると、大体言いたくなるのが、単体っていう、単体だけでいいっていう。で、実は、酸と塩基と反応するはそれは正しいんだけども、それしか覚えていないんだと入試の時にちょっと困る。両性金属っていうのは単体、も、酸化物、も、あ、手が追いつかない。も、なんだっけ、あ、水酸化物か。水酸化物、も、どこしようか、どこしようか。すべてが、酸と塩基に反応できる、反応するっていう風になるので、あの酸と塩基に反応するよ、まあ、それは間違ってないんです。だって書いてるんだけど、単体もいけるし酸化物もいけるし水酸化物もいけるよね。だからどう割とどういう状態になっていても反応性を示すよね。だから両性金属、ああ、だからというか、まあ、それで両性金属で名前がついている、まあ、ゆえんに近いと思っておいてほしくて。そして何よりも反応する。じゃあ反応式書いてって言われるわけですよ。で、その時に、単体って反応するよねとかっていう事実は、単体は知ってるか。酸化物も反応するよねっていう事実を知らないとか、水酸化物も反応するよねっていう事実を知らないと書けない。書けないと、量の計算、物質量ですね。物質量的計算ができない。反応比の計算ができない。水素が何グラム出るか分からない。っていうふうになるだけなので、今回、これを話すというふうな形ですね。はい。で、ですね、まあ、それ、亜鉛、あ、つまり、その前ですね。両性金属って言われたら、大体亜鉛、アルミ、鉛、スズ、この4つですね。で、アルミは酸化です。アルミは酸化になります。で、亜鉛とスズと鉛は、2価で安定化するので、まあ、どれか1個覚えてください。まあ、亜鉛でもいいし、鉛でもいいです。それを覚えておけば、あとは、金属元素の記号を変えれば使えるんで、どれか1個覚えてください。となりますね。で、まあ、まずはね、酸との反応を全部、一式書けるようにしておけば、まずは、安心なので、酸との反応っていうのを考えましょう。で、まあ、硫酸とか書きたかったんですけど、一番わかりやすいのが、やっぱり、塩酸でやるのが一番楽ですね。なので、まず塩酸と書けるようにしてください。その後、まあ、硫酸と書きたいよって言ったら硫酸と書いてみてください。そんなに変わりません。はい。で、どうしようかな。亜鉛でいくか。で、亜鉛の単体。酸化物。水酸化物。はい、こんにちは。スズの反応っていうのを見ていきましょう。で、単体、亜鉛に HCl を入れていくんですけど、
ですね、ちょっと、まあ、前提の話として単体使ってるんですよ。金属単体を使う、金属単体を使ってるってことは、ここの酸化数がプラスマイナスゼロなんですね。で、プラスマイナスゼロの状態から反応するってことは、ほぼほぼ化合物になるんで、ここで考えるものは、皆さんですね、あれです、酸化還元反応を組めばいいだけだっていうふうに判断をしてほしいんですね。まあ、別にしないで覚えちゃってます。まあ、それはそれで構わないんですけど、組めないよってなったら、いや、単体からスタートするんだから、そんなもん酸化還元で組むしかないじゃん。だって、価数が変わるんだからっていうふうに組めるようにしておかないとまずいんですね。で、まあ、これはですね、有名な話で、有名な反応なので、パッと書ければ嬉しいんですけど、よいしょと、こうですね、よいしょというふうな形ですね。2倍か。よいしょ。はい、こういう反応ですね。まあ、水素の、実験室的製法の反応とほぼ同じです。大体硫酸使うんですけど、その時は。まあ、塩酸であったって、同じように H2 が出てきます。組めないよっていう場合は、さっきも言ったんですけど、酸化還元反応で組んでください。亜鉛が、亜鉛の2プラスになって、2電子出して、ここの反応の駆動力っていうのは、水素が単体に戻る。4価傾向的に亜鉛の方が左側で、大きくて、水素の方が4価傾向ちっちゃいんで、亜鉛側がイオンになって、水素側が単体に戻る方向に向かうのをよいしょと駆動力にしてあげてね。で、この2つ足し算してあげて、まあ、HCl に戻してあげて、Cl マイナス足したから Cl2 にしてあげればいいよねっていうふうな形で進んでいきます。こんな感じですね。で、次、酸化物ですね。酸化物っていうのは亜鉛の O。これが酸化物です。で、今度は亜鉛の O、これ見てあげると、H、プラスマイナス0、もうこれも、今度は2プラスになってます。2プラスになってるんで、この後、よいしょっと、なんだ、酸化還元反応は、媒介しない。で、進むはずですね。で、酸化還元反応媒介しないんで、今度は H 数が出てこないはずなんですね。よいしょっと。なので、ここで起こるのは、よいしょ、まあちょっと後で書きますけど、こういう反応が進みます。で、これ何してんのって言ったら、書き忘れた。上が酸化還元反応なのに対して、下で組んでる反応っていうのは、中和的反応で進んでるんですね。ここで言う中和的反応という表現は何かっていうと、まあ、塩基、まあ、中和なんだけど、まあ、塩基っぽい塩基使ってないんで、あえて中和的っていうふうにぼやかしてます。で、価数の変化がないんですね。価数の変化なしに、組まれてる陽イオンと陰イオンの組み合わせだけを入れ替える。これで、反応しか組めてしまうんで、中和的な反応、中和的反応、中和反応っていうのは、価数の変化がないので、こういうふうに解釈してあげればファンって書けますよねっていうふうになります。で、同じ原理で、水酸化物。まあ、これはもうだって、ね、OH マイナスが、ついてますから、これが普通に中和的も何もなく中和反応として、2個かな、組んであげれば、書けますよねっていうふうになります。これが、亜鉛の反応になるんですね。で、同じようにアルミも組んでいきます。よいしょと。で、アルミ単体も、アルミ単体、スタートプラスマイナスゼロなので、上と一緒、酸化還元反応で進んでいきます。なんで、まあ、皿で組むとき、その、何にもやらずに、こう、バーって組みたいなってなってますね。まあ、こういうふうにやってもね。アルミは3プラスになると。で、そうすると、これ3つ必要ですね。で、3つ必要だから、そうすると、2分の3倍の H2 だと。H プラスなんでね、3プラスに直すとこうなります。そうすると、水素に戻ってくるで、2分の 3H2。あ、2分の3になっちゃったから、これ2倍しとかなきゃ、3、2、これ6ですか。6、2。で、HCl 戻そう。じゃ Cl。で、足したからこっち、ちょうどある Cl。3というふうに組んであげるわけですね。で、これで3が還元。書けない。よいしょ。っていうふうになります。で、酸化物の方も同じですね。上と一緒です。中和的に反応を組んであげます。だから入れ替えをしてあげればいいんだけど、ちょっと加数がちょっとやりにくいですね。
AL の2倍の大野さん。で、HCL。で、これが、2倍かな ?2 個なんで、2倍の AL の CL3 になるように入れ替えます。そうすると何個必要だったかっていうと、2、3とか6個かな ?CL が6個必要です。で、あとこっち側にスポンって入れてます。入れてあげましょう。で、そうすると3とかね。っていうのありますね。はい。酸化還元に比べると、前から順番に AL 決めてっていうふうにやっていけば絶対に合います。余計にその酸化、価数の変化がなくて入れ替えてるだけなので、基本的には、必要な数だけ、ものを準備していけば組み替えて終わりっていうふうになるので、原理的なところが分かれば実は組みやすい部類です。書きにくいけどね。あ、ものが。で、水酸化物ですね。水酸化物が多分一番分かりやすいです。H3 に対して、HCL を組んでいくんですけど、酸化の塩基ですから、1価の酸が3つ必要ですよね。でもこっち側すぐにパーンって決まるんで、よいしょっと、ガーッていうふうに中和反応を組み上げてください。という感じで、亜鉛を使った中和反応っていうのは、亜鉛じゃねえや、良性金属使った反応、酸との反応っていうのは、こういった形ですね。亜鉛板。まあ、さっきも言ったんですけど、鉛にしたかったら鉛作ってあげてください。で、鉛にしたら PB にしてあげれば、全部反応式が組めますよっていうふうになっていって、上のバージョンか、まあ、アルミのバージョンだと、係数がちょっと変わった、係数がちょっと変わったバージョンで組むことになるよと。で、別に覚えてなくても今言った通りで、酸化還元的に組めば1本目はできますし、2本目、3本目っていうのは中和的反応で組めば、完全出来上がるよってことが分かれば、実は覚えなくても、